はい、渡辺です。今回はね、ワールド2で初ウォーモードのプレイやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これは難しいのかな、ちょっとわからんね。これ武器選べるんだよね。これスコアストリーク使えないみたいなんだけどね、他の実況者の見たんだけど。今回高橋瑠璃で師団機構基礎トレーニングプレイも MG15 マシンピストルマーク2シュルダンで頑張ってみます。我々の任務は援軍が到着するまで降車砲を守ることだ。降車砲、降車砲がある限り敵の爆撃機は飛んでこられない。最初からよね、あのムービーなんか流れねえな。これこれなんだ、これ最初やり方がわからないよ。1キルめってないのか。あ、リスポーンになるんだ、こうやって。あー、なるほどね。サーチ&デストレイみたいだな、 CTF みたいに。一回やられたたびにリスポーンになるんだ。これちょっと指令、おお、これどういう、ちょっとわからん、どういけばいいのこれ。わからんぞこれ。なるほど。どうやるのこれ。ああ、ちょっとリロードをやらなきゃよかったな。なんかこれミッションみたいなんだけど、ホトジェロマンも見たんだけど、これ、おお、怖い怖い。ちょっとここ行くか。こうやって投げての、あ、うまいな、うまいぜ。うまく伏せ打ちで俺をやりやがったね。司令所、今のところ司令所って言うんだね。あれを防衛しないといけないんだ。俺なんか今防衛なってるんだな、多分。うまい。難しいぜこれ。今使ってる MG15、 今のやつも MG15 だったな。これレベルもうちょい上がるんだよね、武器レベル。ああ、なるほど、防衛になってるんだ。空中投下、こうやって。なるほど、あ、ガトリング使えるんだ。なるほど。なんだ、なんかね、あ、こうやって作成できるんだね。これガットリングで、これ今向かいに橋作ろうとしてるでしょ、敵が。橋がかかった、橋をかけている。で、これ難しいよね、逆が。バンバン、よっしゃ。橋作ってるのを阻止しないといけないんだ。これ橋作ったら戦車で攻撃してくるのよ、これ。あの、このプレイヤーさんたちが、敵プレイヤーが。今これオーバーヒートになってたから、バイオハザード5みたいだな、これ。よしよし、弾薬箱。ああ、橋作られたんだ、これ。ああ、やられた。
ね、戦車でしょ、戦車が襲ってきてるよ、これこれ防衛しないといけないんだ、これ空中投下、スコアストリップ、救援物資、これは何なの、あ、火炎放射器だ、弾薬を守るんだ、だから俺4倍持ってきたのよ、いる？はい、今お前スナイパーライフル使ってんだ、これ難しいね、これ普通常のやつと違うね、これチレデスとか全然違うよ、これ難易度高いな、暗い、見たね、スモークが、スモーク、弾幕が、こうだろ、スモ、弾幕すごいね、これおお、ちょっと 初ウォーモードなんでちょっとあれだな、戦車の上に人がいた、ちょっと突ってもいいんだけど、これ怖いな、爆弾を止めたぞ、お前スナイパーライフルだな、爆弾止めた、勝ってるんじゃないの、あ、こうやって壁作らなきゃいけないんだ、増援、ほらちょっと防衛回ろう、後方支援でライトマシンガン、だから俺4倍サイト持ってきたんだよ、普段使わない、なんか難しいと思って、弾薬を防衛しろ、戦車のところに敵いるな、これ弾薬に爆弾を仕掛けられた、爆弾を解除した、うめえなこいつ、ずっとあいつにやられてどれ、これ難しいっすわ、これよし、あ、今バック牧場内に敵、爆弾を動かしよう、いる、面白いっすわ、でもこれ音じゃの見たんだけどね、かなり面白そうだったよ、これこのマップとか、なんか他のマップもなんかやってたけど、残り30秒、目標失敗してるの、これダメだよ、これこれからだ、戦車に追放する敵兵を、あとはこれ難しいぜ、これうん、スコアストリークはどこなの、あ、これか、俺がちょっともらうわ、お、解放式、本来しようか、解放射器オンライン、クラッチ前、焼きなさい、ダメだ、火炎放射器使えるからこれで一掃してやろう、戦車が下がってる、え、どこなのこれ、あ、ここか、戦車燃えろ、高射砲を守ろう、守れ、なるほど、これなんか赤くなってるやつ、これを作成しないといけないんだ、これあのガットリングだな、これ多分、よしよし、これで作成しないといけないんだ、これ伏せた方がいいでしょ、これ
立ってやるとやられちゃうよ、これ。これちょっと戦力アップで。戦車が向かってくるぞ。これにもなんかあるんだけど。戦車が下がっていくぞ。増援の到着まで残り2分。で、どうすりゃいいのこれ。あ、敵のこれ、敵かこれ。19キル。これ使っちゃおうか、これ。あれ使おうか。ダメだ、弾幕で見えないな。面白いねこれね、すごいなこのウォーっていうやつ。戦車が移動している。戦車が後退している。あと1分だ。戦車が向かってくるぞ。ダメだ、負けじゃないこれ。ちょっと分からんな。戦車が下がっていくぞ。戦車の次の兵を狙え。俺もこれで。戦車が引いていく。あ、壊されたのか。戦車が向かっていくぞ。残り30秒。どっから取れたのか分からんねこれ。これ防衛すればいいってことね、これね。難しいねこれ。とりあえず20キル、20キル、2防衛、3建設、破壊がない。破壊は攻撃でだなこれな。戦車が下がっていくぞ。見えないな。戦車付近の敵を撃て。これ難しいぜ、めっちゃ。勝ちなんじゃない。あ、オーバータイム。オーバーヒートしたな。ちょっと見えない弾幕で。よしよし、勝った。守り切ったからっていうことね。難しいね、でもこれ激しいねかなり。すごいねこれ。これ面白いよ。でもこれ20キル、2防衛、3建設、ゼロ破壊、スコア2015っていうことね。これ次サイド交代、さっき防衛だったんで今度攻撃だね。今回高橋、今回もこれでねやっていくんでね。左の俺だ。これ絶対ライトマシンガンの方がいいでしょう。ここのゲームモードは。はい、攻撃頑張るぞい。攻撃頑張るぞい。爆発。今度さっきと逆で、あの指令上あれやらないといけない。まだ36発あるからいけるでしょ。これいるね、これ敵がここに。ちょリロードしようかこれ。ちょっとダメだ、ハンドガンでちょっと厳しいっすねこれ。これめっちゃ面白い。いくつかマップがあるみたいでね、これこのウォーの、ウォー専用の。お、もう走ってんだ、早いな。オッケーですか。橋作るの難しそうだなあれ。さっき俺なんか逆だったんだけど、あれ絶対難しいです。ガトリングでバンバンあの攻撃されるからね。いくらチームあのあれね、チームワークだよこれ絶対。
8か、これで8か、守ってくれ、援護頼もうさ。あーダメだ、難しいな、これスモークないと厳しいな、これ絶対いる。俺防衛した方がいいかもしれんな、これライトマシンガンだから後方視野に回った方が絶対いいな、これ難しいな、これ厳しいですよ、これ弾幕がめちゃくちゃすごいんだけど。あ、ダメだな、これちょっとブレるからな、これこの MG15 って。ダメだな、やられてるな、ここ一番難しいと思うよ俺。よしよし、今のうちかけろかけろ。ダメだな、ずっと向こうでやられるわ。こっから行ってよしよし、今のうち走り立てろよ、頑張ってよ。よしよし、今のうちで、今のうち守ってくれ。よしよし、おお、やれた、オッケーオッケー、発出完成。今俺がフィニッシュで戦車で前進だよ、これこれか、これくれ、俺ちょっと戦車に乗りたいのよ。よっしゃ、敵の空中投下が来るぞ。どれ、敵さんどちらにいます？面白いね、中にいるわこれ。よっしゃい、あ、後ろにいるなこれ。あー、やれた、面白いね、なかなかやみつきになりましたこれ。かなり後ろにリスポンスあるなこれ。おお、スナイパーか、これで勝ったらストレート勝ちっちゅうことでしょ。ダメだな、あれ火炎放射器って決まってるんだね、救援物資はそれ以外出ないんだね。火炎放射器が使えるからね、あれアセットしないといけないんだ。これどうやるのこれ、あ、爆弾長押しで爆薬を設置。よしよし、ここでもやらないといけないんだな、これ要は爆弾設置、爆弾 C4 で先に進まないといけない。お前スネパラフル強いな、これやりますさ。と投げとこ先に、お、目標達成か、やりますせ。あ、めっちゃ面白いわこれ、放射砲ちくしょう、あ、火炎放射器か、これも面白いぜ、ま、通常のやつとはまた違うね、これマルチプレイ、あのこれもマルチプレイなんだけどさ、あのチーデスとかとああいうのとはまた全然違ってね、チーデスとかドミネとかとはまた違うな、これか、これあ、火炎射球、
よっしゃ、俺乗りて、あ、乗れねえのか、あ、乗ってるんだ、もうこれ絶対戦車の後ろが強いでしょ。ちょ、暗く、あれ、スモークはすごいよ。勝ちちゃう、これ。見えねえ見えねえ、弾幕はめちゃくちゃすごいわ。これ戦車壊されたのか。これゴーヤが全てやられた。あ、戦車ダメだ、すぐやられちまった。普通戦車ってあれ中に入るんでしょ、普通は。外に出ないでしょあれ。難しいで、うちらでも強いな。爆死で、あ、絶対良くないあれ。よっしゃ、増援、これここにいるよ、ここに。よいしょ、あばばば、目標達成、勝ったぜ。よっしゃ、ストレート勝ちだ。これで終わりだよ、多分。多分2勝したら勝ちじゃない、これ。めっちゃ面白かったよ、これ。これ、病みつきになるんですよ、これ、おすすめです、これ。皆さん、まだやってない方、試しにやってみてください。12キル、2防衛、0建設、破壊、スコア2530。さっきのとトータルしたらまた違うと思うんだけど。30キルぐらいやってんじゃないの？勝ちましたね。面白かったです。ウォーモード初、ウォーモードね。結構 XP も多く入るねこれ。お、39ランク、39最上級、総長に上がった。いろいろ MG15 も武器マックスだよ。あ、 OK じゃないこれ。これね、基礎トレーニング、セラーテッド、アタッチメント、ラピッドファイヤーで、ランクアンロックトークンということでね。プレイヤー皆さんありがとう。これね、これ、トータルしたら分からんね、これ。あ、ゲーム1。これね、最初のやつが20キル、32キルか。はい、プレイヤー皆さんありがとうございました。今回初ウォーモードプレイしてみました。面白かった。こう、あともうちょいで、あの、師団機構はプレステージ突入、師団プレステージ突入できるんでね。また突入できるようになったらまたやっていくんでね。師団プレステージ1に、師団機構プレステージ1に突入してみたのプレイ実況動画アップしていくんでね。そちらの方も攻撃してください。めっちゃすごいで、これでも。これ、回せるんでね、これ、プレステージ。まだ、初めてなんで、これ。一回も全然使ってなかったんでね。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、師団機構、基礎トレーニングプライム、MG15、マシンピストル、マーク2手榴弾で、ワールド2の、で、初、ウォーモードを、初ウォーをプレイしてみました。あと、よろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。